リツ風呂入りなよ。事故に遭ってからシャワーも浴びてないだろ。え、あ、俺臭い？いや、そうじゃないけどさ。わかった。兄貴。さっきふみやくんにも電話したから今こっちに向かってくれてるよ。ふみやくん？友人です。あのルームメイトで。ルームメイト？なんか手伝う？え、手伝うって？風呂だし。あ、大丈夫だけど。あ、そっか。必要なものとかあったらいつでも言って。うん、ありがとう。髪拭かないの？腕がうまく上がらなくて。あ、これで腕冷やしといて。うん、ありがとう。頭痛くない？うん。なんでそんなに優しくしてくれるの？一緒に住んでるだけなのに。別に怪我してるんだし髪乾かすくらいするでしょ。うん？なんか怒ってる？ううん、怒ってないよ。そっか。やっぱり別れたつもりなんだな。